心ください。ちな、ファミリーマートで現在開催中のですね、ファミマのお芋掘りで掘ってきたお芋商品をいろいろ食べていきたいと思います。こちらが紅あずまのスティック、三つ甘焼き芋。これ冷やして食べるんですね。スプーン入り？スプーン入ってるの？うん、まあなくてもいいんだけど。そしてお芋のパン、八天堂コラボクリームパンにクイニーヤマン、毎度おなじみ食べる牧場に焼き芋屋台ができたり、ラテが、飲むラテも来たりします。どれも美味しそうですね。大量に掘ってき、チャンネル登録よろしくお願いします。それではですね、溶けると嫌なので早速食べる焼き芋アイスから食べていきたいと思います。どんな風になるかな、どんな風になってるのかな。もう溶けかけてるじゃん。もう早く食べなきゃ。いただきます。今日もいっぱいお芋掘ったねっていうか、今日はいっぱいお芋掘った。じゃあ今日もはもう一緒か、うん、今年もいっぱいお芋掘ったっていうのは一番いいかな。この甘くてねっとりしているのがたまらない。だけどまだまだ暑いからちょっとさっぱり冷えてるのが美味しいかなってね。ふふっと、パク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 食べていきます。はいはい、よ、まったり甘くて癒される食欲の秋になるといいなって思いながら食べている。じゃなくて、いいなじゃないわ、するんだわ。だけどこの暑さ本当なんとかしてほしい。ごちそうさまでした。最初に食べた食べる牧場焼き芋は、上の方のバニラアイスはさっぱり、下の入っている焼き芋アイスとペーストはちょっとねっとりした濃厚な甘さがあって美味しかった。ねっとりした濃厚な甘さというと、次に食べたこちらの三つ甘焼き芋も同じく、口の中にねとっと甘さが広がって美味しかったですね。ねとというとちょっと表現悪いです。なんか温める方もあるって書いてありますけど、せっかく冷やしてるんだから冷やして食べましょうよ。だです。なんか他にもあと2種類ぐらいあるんですけど、自分が行ったお店ではこの1種類しか置いてなかったんですよね。探せば見つかるのかな。はい、次に食べたのはこちらの八天堂コラボクリーム焼き芋パン、紅はるか仕様で、クリームだけじゃなくて中にさつまいものペーストが入ってたんですね。だからクリームとはまた違った、少しねとっとしたまたねとって言ってますけど、食感がさっぱりとした味わいとはまた違った甘さを広げてくれて美味しかった。ただクリームが入っただけよりも好みでしたね。私は同じくクリームが入っているこちらのクイニーアマン、上の方のカリカリというガラメルの音が香ばしくて、クリームパンとはまた違った美味しさがありました。その次に食べたこちらのさつまいもスティックはと言いますと、パク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 食べ進められるお手軽な大きさと、こちらの袋止めシールでちょっと置いとけるのも嬉しいですね。まあ自分は一気に食べちゃいましたけど。で次に食べたこちらのお芋パンは、見た目まさにほんお芋ですね。で食べていくと、ちょっとふわっとした食感に焼き芋の優しい甘さが広がってきてよかった。最後に飲んだこちらの焼き芋ラテはですね、なんて言ったらいいのかな、ちょっと苦味があって、少し、むっと、はっと気づかされるような味わいがありました。ただ、お芋の甘さが好きな人は、ちょっと、微妙かもしれないですね。苦さはいらないよって思う方もいるかもしれないので。で、今回食べた中だと、その、八天堂クリームパンが、他の具材との焼き芋の相性が一番良くて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。まだ他に焼き菓子とかもあるんですけど、さすがにそれら全部は一遍には食べられないので、また日を改めて食べる機会があるかなと思います。あったら食べてレビューしますね。
それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。